Good morning, good afternoon, good evening. 安子内哲也です。英語の勉強は毎日3分間だけでも続けることが大切ですよ。そして文例をたくさん暗唱してくださいね。何度も声に出して読みながら暗唱する。でもせっかく暗唱するんだからいい文を暗唱したいですよね。いいことが書いてある文。というわけで今回は名言を暗唱しましょう。で、どなたの名言かというとあのマハトマ・ガンジーの名言なんですね。さあ、それでは早速その名言を見てもらいたいと思います。じゃん。はい。The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. なんですけども、これいい言葉ですよね。はい。それではまず主語と述語をどれだか当ててみてください。主語と述語動詞どれですか？はい。主語はこちらですね。The best way。そして述語動詞は is ですよね。つまり最高の方法はこれだと言ってるわけです。じゃあ何をするための最高の方法かというと The best way to find yourself 自分自身を見つけるための最高の方法。よくね、自分探しをしている若者っていますよね。自分が見つからないってね、自分は一体何に向いてるんだろうってね、わからない若者って結構多いですけどもね。いやいや、わからない中高年も多いですけどもね。さあ、じゃあどうすれば自分自身を見つけることができるのかっていうと is to lose yourself in the service of others. 他人に奉仕することの中に自分を失ってみることであると。なるほど。つまり人のために尽くすことが自分を発見することにつながると言っているわけですね。いや、素晴らしい言葉ですね。 The best way to find yourself 自分自身を発見する最高の方法はis to lose yourself in the service of others. 他人に奉仕することにおいて、自分を一回失ってみることであるという、そういう意味になるわけですね。いや、最高、ガンジー。縛れる。いや、痺れる。素晴らしい名言でした。ぜひ皆さん、こちらの名言、暗唱してくださいね。Don't study English at your desk all the time because practice makes perfect. 英語なんてやればできる。